江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。最近ですね、まあ、国内でものニュースとかね、ご興味ある方もたくさんおられると思うんですけど、あんまりいいニュースないじゃないですか。ぜひね、ここでこの画像で癒していただきたいと、綺麗な画像、ね、ご用意しましたので、ご紹介していきたいと思います。こちらでございます。ポン。渓谷で硫酸ガスが漏洩。はい。それではですね、こちら、まず画像の方。ね、ポン。これじゃない。これですよ。これ。あー、何オレンジ色。わーということでね。あー、ほら、綺麗でしょ？綺麗でしょ？なかなか見ないですよ。こんなオレンジ色の煙。ね。このトラックもす、トラック何？これトラックの絵は。まあいいや。ほら、オレンジ色。ねえ。じゃあですね、こちら、記事の方行ってみましょう。ぐーちゃん、お願いします。テグ市西首山洞の染色産業団地内の排水処理場で硫酸ガスが漏れる事故が起き、近くの市民たちが急いで避難した。テグ消防安全本部によると、13日午前8時46分ごろ、染色産業団地の排水処理場から硫酸ガスが漏れた。通報を受けて出動した消防当局は、人員176人と装備35台を投入して、午前9時30分ごろ、貯蔵タンクの主要バルブを閉めて漏出を止めた。この事故で幸い人命被害はなかったが、近くの事務所で働いていた職員23人が緊急避難した。漏れた場所のすぐ隣で勤務していたという50代の A 氏は、アンモニアのような匂いがし始めたら警察と消防のサイレンの音が聞こえたとし、突然消防隊員が避難しろと言って出てきた。今職員の相当数が頭痛と吐き気を訴えていると訴えた。消防当局や環境庁などは、硫酸を保管する貯蔵タンクの中からガスが大気に漏れたものと推定している。貯蔵タンクの中で起きた原因不詳の化学反応によって硫酸の一部が溢れたという説明だ。事故が起きる1時間前に従来の硫酸40トンが入っていた貯蔵タンクに23トンをさらに入れたことも調査の結果分かった。テグ環境庁化学安全管理団の井純毛工業研究士は、本来硫酸自体は蒸気が出ないのに濃い茶色を帯びて蒸気が出たのは異常反応と推定されるとして、染色産業団地近隣の大気を分析した結果、漏れた事業場以外の地域には大きな影響がないと予想すると診断した。消防当局はタンクローリー車両などを利用して残留硫酸ガスを回収し、中和作業を行っている。テグ消防安全本部のチェ・ソンチョル119特殊対応団長は、正確な事故原因と漏れた量については調査が必要だとし、漏れた量自体が少量で事業場から拡散していないと述べた。だが西区役所の消極的な事故対応もまな板に上がった。化学物質安全管理に関する条例に明示された住民告知義務を守らなかったためだ。条例によると、化学事故が発生すれば区長庁は直ちにこれを住民に告知しなければならない。西区役所関係者は、把握された情報が正確でなかったり混乱がもたらされる場合には直ちに告知しなくても良いという例外規定があるとして、今後正確な調査を経てインターネットに告知する計画と話した。インターネット見ない人もいるだろう。はい、ということでね、なかなか見ないですよね、こういう色ね。皆さんこうね、日頃なんか嫌な話とか結構ありますけどね、この写真で癒されましたか？じゃあですね、こちらに対して、警告の反応見ていきたいと思います。なかなか見ないよねこの色。はい、1人目。これ煙の色からして不吉なのは初めて見る。煙の色だけ見てもやばそうだね。汗、本当に体に悪そうな煙の色だね。あそこのそばで一呼吸でもすれば血にそうだね。硫酸はすごく危険な物質なんだけど、消防士の方たちも被害がなければいいけど、パニック映画のようだ。人命被害ないのを願う。硫酸なら周りみんな血ぬんだけどブルブル、色からして有毒に見える。雨が降ってるけど大丈夫なのかな。硫酸ガスに当たったらどうなるのか。
漏れぐらいによって違うだろうけど、当然地のところまで行くことができる。もう硫酸の雨まで降るね。チェルノブイリも美しい煙が出たというけど、体に悪いのは美しいね。雨まで降って全てばらまかれるはずなのに、農作物全て処分しないと。ああ、本当。はい、じゃあですね、チャットの反応行きましょう。はい、じゃあですね。そんなの草津温泉行けばいつも出てるよ。盛大に漏れてますな。あら神秘的。見事なオレンジ。うわ、マジでやべえ。酸性アメニダ。なかなか見ないねから。海のガスは良い硫酸ガスにだ、わらわら。硫酸？水に反応して高温飛び散るよ、まさか水かけた？思いっきり毒。毒毒しいじゃねえ、かおい。ヒ素性間欠泉の圧勝、こっちのは、ほってりゃ、そういうこともあるって話だが、そっちは。お前らは、有毒ガスでも、血なねえんだろうな。これは、立ち入り禁止区域になるな。C 国のロケットが墜落したところも、そんな色の煙上がってましたな。硫酸ガスは、強烈な匂いもあるし、かなり有害だから、シャレにならん。普通に溶けるんだろうか、体が、わらわら。ああ、なんか見たことある煙だと思ったら、金属を古く見せるために腐食させる薬品の煙と同じなのか、わら。硫酸だからね、きついだろうなから。原因不明？硫酸ガスいってるよ、しょぼーん。雨が多い時期でよかったのかも。とある半島の大気を分析したら、この地域は人間が住める場所ではありませんって診断されるんじゃね。でも、海は住めます。おま信じないんだから信じないのに、原因究明なんかできるのか？三重水素よりやばいやろ。六花クロム的な煙。猛毒ですよ。H2SO4。 茹で卵の匂いしたら本当にやばい。周辺地域の農作物が農作物になりましたとさ。お前らの理屈で言うと、偏西風に乗ってやってくるから、人体に影響ない濃度でもに、謝罪と賠償を要求していいか、まさかダメとか言わないよな。おぉ、ヒドラジ、ヒドラジ。水分と反応して、高温になるから溶けるより、やけどになる、少量なら。うわぁ、マジっすか。あいつら、硫酸漏れてるのにマスクなしなんだぜ。へぇー。はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価。ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。